Hi everyone, this is Background Asia. I will talk about the other side of the world. こんにちは、りょうすけです。今、松本さんっていう風な方にインタビューをさせてもらってます。で、彼がメガネ屋さんなんですけれども、かなり特殊なメガネを作ってるわけなんですよね。視覚認知色尿とか、そういう風な、まあ、普通の視力矯正とは違う、まあ、別の、まあ、視力ですよね。そういう風なものを矯正する、まあ、特殊なメガネっていう風なものを作ってるわけなんですよ。まあ、そういう風な、まあ、メガネを作るっていう風になったとしても、ただ他の人であっても、簡単にできてしまうわけなんですよ。で、ただ実際のところ、そういう風なメガネを作ってる人が、まあ、ほとんどいない。っていうのが現実なわけなんですよ。なので、なんでそういうふうなメガネビジネスを始めようと思ったのかとか、あとはどういうふうに差別化しているのかとか、あと普通のこのメガネ作るときに、まあ正直結構高いわけなんですよ。これ1個作ったときに、確か12万円とかそれぐらい結構したわけなんですよね。普通のメガネで12万円とかもありえないって思うわけなんですよ。でも彼の場合はそれがもう2ヶ月待ち3ヶ月待ちで、まあ、ずっと続いているわけなんですよね。普通に考えたらメガネ屋さんでありえないですよね。個人のメガネ屋さんでどういうふうに考えてそのメガネビジネスっていうふうなものをなんかやってるのかっていうふうなものを聞きたいわけなんですけれども、まずこのメガネビジネスを始めたきっかけとか、なぜそこに気づいたのかとか、そういうふうなことを聞きたいわけなんですけれども、僕はまあ、実を言うと小学校の時とかは普通学級行けてないんですよね。特殊学級行ってたんですよ。学力が全然なくて、落ち着きもなくて、球技や余分な運動もできなくて、とてもじゃないけど普通学級ではやっていけなかったので、小学校の時にはやっぱり違う学級に隔離されてました。自分が何の仕事が向いてるかとか、自分が何ができるかっていうのが一切わからなかったわけですよね。18で卒業してから20歳になるぐらいまで、もう十何個、もうほとんどありとあらゆるような仕事をやってきて、大体がミスが多いとか、集中が続かないこととか、続かなかったんですよね。で、そのうちの20歳の時に、たまたま出会ったのがメガネ屋さんだったんですね。そこの店長さんがですね、ものすごくいい人でですね、僕はいろんなところで能力は劣ってるんですけども、販売に関してはかなり上手いんですね。結構何でも売れるっていうか、売る能力っていうのはもともとあったので、接客業っていうのには結構もともと向いてたんですね。で、僕もその時に、じゃあ自分でやってみようっていうことで独立をしました。どうしようかなって考えた時に、差別化が必要だっていうのが気づいたので、僕一応メガネの専門学校とかも行きましたし、いろいろとメガネの勉強はだいぶしてた方の人間なので、視力検査だけではなくて、視覚認知識の検査っていうのもちゃんと大事だっていうことは知ってたんですよ。まあ、僕たちはその視覚認知色のっていうふうな、まあ、そういうふうなことはまあ知らないわけですよね。ただ、まあ、そういうふうなメガネ屋さんであるとか、そういうふうなものをちゃんと勉強している人であれば、視覚認知色のっていうふうな言葉は結構常識であって、じゃあそういうふうなものを矯正することによって、例えば子供の学習障害が治るであるとか、まあ、私たちの偏頭痛、肩こり、集中力、ミスが続くとかっていうふうなものが治るとか、そういうふうなことはもう結構常識であって、もうみんな知っていたって、そういうふうなことを考えて、いいわけなんですか？そうです、常識的に知ってたんです。ただ教科書で習ってるとかなんとかっていうような、単なる知識レベルで知ってるだけで、実践実地を一切してないので、そういうメガネを作った場合にどれだけの効果があるかっていうのを本当の意味で分かってる人ってほとんどいなかったんです。で、僕の場合、自分自身が視覚認知機能が相当おかしい人間だったんですよ。だからいろんな面でつまずいてて困ってたんですよ。で、そこをちゃんと自分で検査をし直して、そこをちゃんと測って、自分がどれだけまずいかっていうことを認知して、ちゃんと自分でそのメガネで直してたんですよ。そしたら、読めなかった本がいきなり読めるようになったり、球技ができなかったのが球技ができるようになったり、あとかなり疲れなんかも改善できたりとか、自分自体が相当変わったんですね。差別化をこれから考えようとした時に、実際に自分が実験台になってみて、それを改善してみたら、なんとすごい効果が現れた、これすごいじゃないかっていうふうなことに気づいたっていうことですか？その通りです。じゃあその後にどういうふうになんか差別化とかっていうふうな戦略を打っていったんですか？視覚認知識能って初めすごく歌って、よっぽど吠えてたんですけど、ほぼ誰も興味持ってくれてなかったんですよ。で、視覚認知識能セミナーとかって、打ってやってたんですけど、来た人たちってドクターとか看護師さんだったんですよ。結局医療従事者って結構そういうの知ってますから。でもそういう人たちばっかりが別にメガネのお客さんじゃなくてターゲットじゃないですから、普通の人にもメガネ買ってもらわないといけないのに、一般の人に全然刺さらなかったんですよ。考えて考えた後に降ってきた言葉が脳内視力、視覚認知識のことを脳内視力っていうキャッチコピーに置き換えて、その言葉を使い出したら普通のお客さんたちに食いつきが良くなって、セミナーをしても
セミナー集客ができるようになったんですね。言葉を変えたっていうことですね。まあ、知覚認知式のって今すでに医学用語はあるけれども、まあ、正直まあ僕たちわけわかんないですね。なんじゃその言葉っていうふうに思いますので。なのでその言葉を非常にわかりやすくするために脳内視力っていうふうな言葉を使ったら、で僕らみたいな人であってもまあようやく内容がまあ少しまあわかるようになって。その通りです。でもその知覚認知式のっていうまあ機能っていうのは他のメガネさんもまあさっき言った通り、僕たちは知らなくてもその専門家だったらまあ皆さん知ってるわけですよね。普通に考えたらありえないですね。12万円のメガネなわけなんですけれども、同じようにやったらもう松本さんと同じようにめっちゃ儲かる。でしか もう技術もすでにあって、同じようにまあ誰でも作れるわけですよね。なんで他の人は同じようなことをやらないわけなんですか。かなり時間がかかるのと、個人個人のお客さんに合わせたカウンセリングがいるんですね。脳内視力っていうのは焦点が合いやすいとか合いにくいとかっていう視力とまた別なところをやるので、生まれて初めての経験をするお客さんっていうのはそれに対しての受け入れっていうのがなかなかびっくりしちゃってできない場合があるんですよ。脳っていうのは実はいい悪いの判断基準はなくて、変化の振り幅が大きいほどびっくりして拒否反応が出ちゃうんです。だからその人に合ったレベルのメガネを矯正してあげないとクレームだらけになるんですよ。こんなメガネ使えないっていうことで。僕のメガネの検査って一人のお客さんに一枠2時間取ってるんですよ。完全予約制で。そういうように丁寧にやらないとなかなかその客単はそこまでは取れないですし、そこが省けないんですね。普通に考えると普通のメガネ屋さんはそこまで苦労して効率を落として客単上げたいと思うかっていうと、とてもじゃないけど俺はそこまで面倒くさくてできないよとか、結局誰も真似しないんですよ。接客とかめちゃくちゃ面倒くさいですし、まあお客さんからしたのは初めてのことになるんで、客単価は確かに取れるかもしれないですけれども、面倒くさいとか効率を非常に重視する大手とか、そういうふうなことが入ってこないってことなんですか。はい、全く入ってこないです。大手も僕のやってることはもう分かります、本職なので。ただビジネスモデルとして、僕のビジネスモデルは大手さんはもう真似できないし、する価値すらないと思ってると思います。普通に考え、例えばここを見てる部分がこっちの方を見てるとか、まあ、いろいろ焦点が合ってない人っていうのがいるってことですよね。それがまあめちゃくちゃこうあったら、めちゃくちゃすごいっていうふうに思うとか、まあ、ほとんどじゃないかっていうふうに僕素人は考えてしまうわけなんですけども、そうじゃないっていうのはどういうことなんですか。本の読み飛ばし読み直しが多いとか、読解が遅いとか、集中が続かない人がうちに来られて、うちのメガネをかけるとそれがなくなるって言われて、で僕がちゃんと検査をすると、その人は右が1行目見てるの、左が10行目先を見てるような結構重症の人だったんですね。でも10行を一気に同じところまで見せれるようにレンズはあるんですよ。一気に直せれるんです。でも10って振り幅がでかいので、それで今まで苦労してるのはわかるんだけど、それで何十年も本読んできたし生きてきたわけですよ。脳っていうのはそれが正しいと思ってるので、それをいきなり10も一気に直すと想像を絶するぐらい自分で焦点が合うのでパニクるんですよね。頭がクラクラしちゃったり吐き気を申しちゃったりするんですね。拒否反応が出てくるんです、脳はびっくりすると。なので10行を直すつもりで来たんだけど、4行を直すだけで相当な効果があって、4行以上直すとその効果にはついていけないので、4行を直して残りは6行だけど4行分楽になるので、その落差加減で十分いいメガネだって実感できて、それでいいっていう人も結構いるんですね。まあ、本当にまあ正しいメガネを作るよりも、まあ、その人に合ったメガネをまあちゃんとまあ作りましょうねっていうことですよね。じゃあその人がまあ10行がずれていたのをまあ4行直して、残りまあ6行ずれてるわけですよね。じゃあそれをまた1年後2年後とかで今度は0行に直しましょうねって、そういうふうなことはされるんですか。その人次第ですね。メガネ買い替えるごとにどんどん直していって同じ行を見せれるようにまでする人もいますし、今までよりもこのメガネで十分改善できたからこれで十分と思っている方はそれ以上はやらないです。差別化っていうふうなことは、つまり他の人がやっていないことをしている、まあ、それプラスもう大手が真似しないようなビジネスモデルそもそもなってる、接客にもめちゃくちゃ時間をかけないとこのビジネスモデルが成り立たずに、まあそもそもこういうふうなメガネを12万円とか10万円とかで売ることができないからっていう、そういうふうなことで、まあ、差別化っていうふうなものをめちゃくちゃやってるっていうふうに考えたらいいですか。その通りです。普通のメガネの検査プラスアルファ特殊検査とカウンセリングを入れてます。ここら辺がまあやはりまあ真似することができないし、効率をめちゃくちゃ重視する大手っていう風なものがまあなかなか参入できない理由っていう風なことですね。逆に言ったらこれ個人の方でなんかメガネビジネスを始めたいとかっていう風な方いると思うわけなんですよ、うん、そういう風な方にとってみたら始めることができてしまうとか、そういう風な感じになるんですか。できると思うんですけども、やっぱりその人の性質もありますよね。みんながみんな
カウンセリングうまくできるかとか、みんながみんなそうやって接客長い時間やっててストレス溜まらないかとか、向き不向きもありますよね。まあ、いずれにしてもこういうふうな感じで、まあ、差別化とかそういうふうなものをまあしてると、こういうふうなまあメガネを作っても1個これ12万円とか10万円とかするわけなんですけれども、なんでそういうふうなメガネなのにめちゃくちゃ高単価になるのかとか、あとどういうふうにこういうふうなまあ差別化を思いついたのかとか、まあ、私たちにとってはまあ未知の分野だけれども、その分野にとってはまあ当たり前のように知られているものを、まあ当たり前のようにまあ他の人がやってないことをまあやったってことですよね。それプラスまあカウンセリングっていうふうなものを取り入れることによって、まあ、大手であったら、まあ、絶対にやんないんだろうなっていうふうなことをまあされてると。はい、今回ありがとうございました。 Thank you for watching my YouTube videos. This YouTube channel focuses on people and businesses. Please subscribe to my YouTube channel. Thank you.